ハローカム C1 というドライブレコーダーが手に入りましたので見てみたいと思います。外箱はこんな感じになってます。それでは開けてみます。箱の中身はこれだけのものが入っていました。順番に見ていきたいと思います。まずはこれ。これは電源コードですね。そこそこの長さがありそうです。十分届くと思います。 そしてこれが電源ですねシガープラグに差し込んで USB の5トの電源が出るようになっています二口ありますのでこのカメラ以外に他のものも使えるようになっていますそしてこれがちょっと珍しいものですね押しボタンになっていますこの押しボタンでこのカメラで、えー、瞬間的なね動画を撮ったりとかそれから写真を撮ったりすることができるようになる そういうリモコンのボタンだと思います。このボタンをダッシュボード等に貼り付けるための粘着シール2枚ついています。これからカメラ本体です。カメラ本体はこんな感じになっている、まあ、これロック外せるようになっているんですけれども、画面はありません。画面はなくて、コントロールするとき、設定するとき、 それはすべてスマホからできるようになっています。本体はこんな感じですね。ここを緩めて、よいしょ。緩めてやるとこれがある程度自由に動くと。吸盤ではなく粘着テープで貼り付けるようになっています。予備の粘着テープが1枚ついています。それから最後に取扱説明書ですね。英文のところと、 それから、終わりの方かな。えー、日本語はないのかな日本語、日本語。日本語の説明。あ、日本語の説明は中央ぐらいですね。中央ぐらいに日本語の説明があります。そして、これが、簡単な、あれですね。説明書ですね。日本語の簡単な説明書。これだけのものが入っていました。あとはこれをですね。 スマホから見れるようにすれば OK です。スマホ用のアプリはこのようなものがアップされてますので、APP Store からこれをダウンロードして入れます。これ今もうすでにインストールされてますので、開くボタンで開きます。Wi-Fi でドラルと接続するとこのような画面が出ます。この真ん中のですね、これを o ボタンを押しますと、 今このカメラでドライブレコーダーで映っているのがスマホから見れるようになります。まあ、こんな感じでですね、設定はこのスマホからすべてできるようになります。もちろんスマホとつながっていなくてもドラレコに電源が入ったり切れたり、要するにエンジンですね、エンジンがかけたり止めたりするたんびに自動的に ファイルが作られていくようになっていますこのような感じのものですあと実際に撮ったやつを動画としてつなげていきたいと思います